番組の趣旨をご説明いたします。今回宮内カレンちゃんが挑戦するのはこちらのプレイステーションビータ、アンチャーテッド地図なき冒険の始まりです。PS ビータを初めてプレイする宮内カレンちゃんがレッスン編で先生に習ってテクニックを使いこなしクリアできるのかどうか見どころです。そして今回実況は私高橋大輔、そして解説はおなじみ松木安太郎さんです。松木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも楽しみですね今日は。ですか、はい。ただ松木さんね、はい、解説はサッカー以外やられたことあるんですか。僕はね、サッカー結構不得意なんですよ。不得意、はい、サッカー以外だったらもうガンガンいっちゃいますから。じゃあ期待していいですね。もちろんです。わかりました、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうも。それでは参りましょう。いよいよバトルアクションのスタートです。OK。まずはスナイピングからいきます、うん、頑張るぞ。頑張れ。気合が入っております。いややっぱこのね、頑張るって言葉はね大好きだな俺。一つ自分の心に決めて、うん、きました。おー綺麗だ。まずはバトルアクションスナイピングからです、はい。このスナイピングとは長距離からのシューティングのことですね。今これネイト見ているのは仲間のチェイスが捕まりそうになっていて、彼女が敵から逃げるのをスナイピングでサポートするミッションです。なるほど、はい、チェイスをサポートしたいと思います。さあ銃撃戦が始まりそうですが、 L ボタンで銃のカーソルを合わせます。そして背面タッチでズームインズームアウトをして、カーソルの微調整などは PS ビータの本体を使ってこう調節していくということになっています。これリアル、これでも遠くない。あ、そうなんですね。あ、近くなったよ今。ズームだ。ズームがズームイン、ズームインです。おお、ほらほら相手が遠くにいるけどね、これズームインしろ、早くズームインしろ、早くできるかどうかがポイントになるんですが、あ、狙えた、やられた、なあ、やられた。いきなりのっけからもらってしまいました。あれ、撃つんじゃないのこれ。撃つ前にやられましたね。何やってんのよ。スローでご覧いただきましょう。これほら、赤外線でこれ狙われた。そうなんですね、ロックオンされているんですが、今銃を変えようとしているところを撃たれてしまいました。もうちょっと早くこうテキパキといかないけど、それかこのズームインがうまくできれば、はい、こんなこうやられる必要なかった。そうなんですよね。そういうことなんだよね、やはりこのズームインズームアウトの機敏さ、一つポイントになるかもしれませんね。ズームインいけ、ズームイン。さあほら来た。あ、ズームイン。お、一回外しましたね。一回外したね。カーソルを合わせる。さっき撃たれたから、やっぱり嫌なんだよね。でここで、お、ズームイン。はい、来い。ロックオンするのか。やっと一発ここでもらってしまった。撃たれ、あ、ズームインした。すごく、ズームインした、ズームインした。ググッといきますね。よしよし。さあここで、あ、しとめた。OK。いやー、俺の言った通りな。いやー、よかった。まさに。そしてこれスローなんですが、実は背面タッチ、これでズームインズームアウトを操作しています。あ、そうなのか。じゃあ背面タッチできるってことは、はい、結構簡単じゃん。そうなんですよね。ね、うん。そして相手にしっかり照準を定めておいて、あ、今当たった、黄色いのがね、あれ弾でしょ。そうです。たまたま当たったんじゃないよね、あれちゃんと狙ってんだよね。さあ続いてまいりましょう。あ、すいません。はい。おお、来た来た来た。今度は。さあ続いての敵、こちらにまだ気づいていません。だけどこれもうズームインしてんだよ。だから近く見えるじゃない。目の前で俺横にいるみたいだったもん今。そうですね。うん、ここで仕留めます撃破。来た来た来た。よし。うまいうまいうまい。カレンちゃんうまい。徐々に慣れてきました、ね。慣れてきた。分かってないぞ。これズームインしてるから近く見える。そうですね。ズームイン。これ横にいるんだよ。横にいるみたいだ。俺離れてない。さあここで、あ、進めた。大丈夫、ということは、クリアできました。友達に会えたよ今。やった、初めての私でもできたよ。いやー、ズームインだよ。いかがでしたか。いや、ここはね、俺ズームイン結構感激したね。なんていうのか、臨場感で、こう、さっさっと背面タッチ。はい、あれはね、背面タッチいいね。背面タッチいいですか。こういう感じでね、俺でもできるもんね。そうです。松木さん、大感激の中継戦。グレイト、ありがとうございます。さあそれではもっと次は興奮するかもしれませんよ。続いてまいりましょう。うん、なんだ。